もらっちゃいました。100ドル。はい。そして今度は、ハシビロコウ特集です。パンちゃん、はい、おはよう。パンちゃん、はい、鼻中してくださいよ。鼻中しようよ。うん。おでこしかしてくれないんですよ、この人。はい。はい。微妙な反応です。はいはい。喜んでるようで怖がってるようで、はい。ポンちゃん、はい。ポンちゃん、可愛い色が変わって面白い。うんうん、ポンちゃん。一応喜んでると受け取っときますけど、いいでしょうか。そうだね、喜んでる時のスリスリ。だよね。そして、はい、顔近づいたらどうですか。あな、なって言ったよ。ねえ、はい、どういう反応ですか、ポンちゃん。このまま慣れていけばいけるかな。ポンちゃん、うん、喜んでんのそれ。鼻中したって喜んでんの。日に当たって気持ちいいだけだね。はい、あつあつ、ほんとすぐ熱くなるね君。クロってすごいね。パン。パンちゃん、クロってすごい。パン。パン。すぐ返事。即返事。そこにスリスリするってことは撫でてってことだよね、ポンちゃんね。パン。パンちゃん。はい。ジャン君、今度はジャン君ですよ。ジャン君も拒否。ジャン君。はい、ジャン君。違うの。見て見て、ポンちゃんが、ポンちゃん、こっち側から撮るとおじちゃんが映っちゃうんだよ。ここだよ、ここ。よいしょ。熟睡に入る前兆ですね。
イカではなくですね、いただきました。いただき物、またもらっちゃいました。100ドル。の柄の、爪研ぎですね。爪研ぎをいただきました。どうもありがとうございます。爪研ぎ2枚セットって書いてある。はい、これ後で、うん、今まだ、うん、梱包された状態からなのでね、後でまた、組み立ててお見せします、うん、鳥ではなくてですね、でもう同じパターン組んでますが。はい、また別のいただきものです、ルーベラ、これなんだっけ、懐かしいよね、ブルボンでいいのか、うん、ブルボンの。ルーベラって言ったっけ、名前が違う気がするんだけど。おールーベラじゃなかったっ、まあ書いてあるんだからルーベラです。あのこのシリーズはこの名前かも。あ、ルーベラに違いありません。これがまあ大丈夫と思うけど、うん、はい、はい、ありがとうございます。そしてありがとうございます。私これ好きだよ、ミルクキャラメルドーナツ棒。ちょっと意味がわからないけど、キャラメルでできた、うん、中がパンの状態のドーナツってことだよね、ものってことだね。ミルクキャラ、そして棒になってるってこと ね、 そうだね。ドーナツ棒状のミルクキャラメルでいいかと思います、うん、ありがとうございます。森永のパッケージそのままになってるんだ ね、 そうだね。あの味がドーナツになってるってことだね、うん、はい、はい、次に行きますよ。はい、そしてキットカット梅味、梅味初めて見た。そして、ほうじ茶味、大人のキットカット ね、 ね、そしてこれすごいね、はい、カカオ&くるみ、あ、うまいしょ、はは、チョコ味のくるみ、うん、そして黒糖のくるみ、絶対好きだよね。そしてはい、はい、これは低糖30%ミルクチョコレート、体に良さそうなもので、次々あります。そしてスイートグラッセ、さつまいもの紅はるかのグラッセっていうのがよくわからないけど、マロングラッセとかと一緒かな、そういうことなのかね、グラッセ、はい、そしてこれはイチジク、これは、いわゆる乾燥したドライフルーツということですね。そうだね、美味しそうだね。美味しそうです。はい、ドライフルーツ大好きです。あ、そこ前にじゃあこれをね、これ、はい、ウィルキンソンの辛口のジンジャーエール、こんなパッケージ初めて見た、初めて見た。あ、ここいいね、色合いだ、色合いがグリーンです。うん、はい、いい感じです、春っぽい。そして猫の本、猫の本、かわいい、これはブルータスだから男性誌だね、うん、に、猫になりたいというタイトルで、これ特集かな、そうだね、猫のということなんだね、特集のブルータスって時々ね、いろんなのの、はい、そう、かい、なんかね、読みたいやつも結構あります。猫特集です。猫特集、かわいい、はい、そして今度はハシビロコウ特集です。ハシビロコウのこれはファイル、はい、クリアファイルとノートと、ね、はい、ノートと、そしてピカチュウが出しちゃうかな、ノートです。はい、はい、次々どうぞ、はいはい、これはハンカチかな、はい、ハンカチです。そしてそうだ、ね、え、コットンクロス、コトリクロス、コトリか、うん、コットン、あ、はい、はい、マスキングテープもハシビロコウさんです。はい、そしてバッチ、かわいい、こんなちっちゃいハシビロコウさん、缶バッチ、缶バッチ、缶バッチと、あ、これはオカメインコちゃんですね。あ、そうか、ヒヨコじゃないな、うん、あとこれはフクロウさんですね。あれ、フクロウ、フクロウさんです。あとこれがボールペン、ハシビロコウさん、はい、ボールペン、みんなハシビロコウのセットになっています。かわいい、ハシビロコウいっぱい、ありがとうございます。そしてたい焼きからの、はい、完成しました。こういう形のお金が入ってきそうな、金運が上がりそうな爪研ぎでございました。どうもありがとうございます。ちゃんと替えもついてましたよ。はい、あ、はい、また旅付きということですね。はい、これは多分ポンちゃんが先入るだろうね。そうだね、後ほど入ったらまた撮影します。
ジャン君。なんかポンちゃんちぎってますけど。ジャン君のダンボールちぎりのビニール版。はい、ジャン君は。スペアの方の爪研ぎに乗りました。ジャン君、スペアじゃなくてさ、こっちの本物ほら。なんでこれ。あるよ。はい。はい、仲良く。あ、今度はポンちゃんが乗るかな。はい、スペア。スペア。スペアで爪を研ぎます。なんで。はい、ありがとう。糸と違うことをしてくれるのが猫でございます。爪研ぎます。研ぎます。よかったね。爪研ぎ大好きだね。お、なんか興奮してる。お、ポンちゃん。え、またビニール？ポンちゃん、ビニール好きなの？はい。思惑とは違いますけれども気に入ったようです。どうもありがとうございました。そのうちここ入るでしょう。はい、ポンちゃん入りました。はい、くつろいでいます。おじいちゃん、あ、ちゃんくんのとこ行きたいね。そういうことですね。はいはい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんも泣くようになったね。ポンちゃん、はい、はい、ジャン君。